はいどうもこんにちは、アイコールです。今回なんですけども、ネレ遊戯パーティーで、烈海の化身やっていこうと思います。パーティー紹介、ネレにファガン装備で雲とスキルブーストです。ブラックマジシャンにゼラ装備でスキルブースト装備です。そして騎馬神にね、式装備ですね。スキブと L 字持ってて、この L 字がね、このパーティー多分この子しかいないんで、L 字装備目的としても使っています。はい。まあ、L 字装備ない方はスキルブース装備で、ヒエに L 字装備つけてあげてください。ヒエはね、今回 G 枠にしています。なので、ヒエに、ブラックジャック装備ですね。まあ、軽く出るキャラに、軽く出る装備をつけてあげてください。闇遊戯は、陸装備結晶で、スキブと封印耐性です。まあ、こんなパーティーですが、封印耐性も5個あって、暗闇プラス、お邪魔プラスあって、雲耐性もあります。そして、遊戯に、創作耐性、創作耐性武器つけてあげて、そして、まあ、回復強化3つもしということで、一応、シンカレオン装備にしています。はい。まあ、ここリナインバース装備にしてあげれば、さらに、このね、騎馬神の場所は、L 字なら何でもいいんでね、楽になると思います。そんな感じの変異性になっております。はい。ということで、烈海の化身。まあ、ほぼほぼもう初見ですね。あんまキャラ知らないんでやっていこうと思います。行きましょう。初手ブラマジ打ってあげましょう。で、まあ、初手ブラマジ打ってあげて、次の階層でね、どうやらバインドが来るらしいんで、しっかりと、変身してから突破していきます。まずここですぐにネレ打ってあげてください。で、ここで遊戯打ってあげて突破していきます。はい、ここで遊戯打ってないとね、次の階層でパイモン来た場合にね、バインドを食らっちゃうんで注意してください。あとネレの変身はね、早打ちにしといてください。あ、ミスったわ、普通にごめん。忘れてた。俺、またまたちょっとバカが出たわ、今普通に。そうですね。あの遊戯はちゃんとあのコンボしないと倒せないんで、なんで今俺1コンボで倒せると思ったんだろう。ちょ、異形の存在の癖が残ってたんだけど、完全に。そう、異形はね、あの、ちゃんと、組んであげれば倒せるからね。ちょ、異形の癖残ってましたが、これで倒していきましょう。まあ別に問題はないんでね、別に。はい、待機できるんで、これで突破していきます。OK! 続きまして、2階層、どっちが来ますか？ロデンの場合は、普通に毒食らうだけなんで、盤面消してあげれば OK です。ちなみにね、パイモンの場合は、パーティー全体を10ターンバインドしていきます。なのでね、遊戯変身せずに突破してあげると、次の階層でしっかりとバインド10ターン食らうんで注意してあげてください。じゃあ突破していきましょう。はい。まあ、待ち時間増やしてロックしてくるんですが、ここもね、ヒエ打ってあげて普通に突破していきます。はい。こんな感じでしっかりと組んであげて突破していきます。はい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 、OK ですね。こんな感じでしっかりとヒエの火力出してあげて、9コンボで突破していきます。これで OK ですね。10コンボナイス。はい、しっかりと突破していきましょう。OK。で、続きまして3階層。ここね、何してくっかな。無効管ならラッキー。ナイス。属性吸収の場合、ちょっと怖いかな。ヒエに注意って感じです。まあ普通に無効管なんで、無効管組んでいきましょう。あとコンボはあったっけ、なんかコンボ吸収もあった気がするんだけど、コンボ吸収の場合は76なんでかもですね。はい、こんな感じで突破していきましょう。追い打ちもちろんいりません。はい。たまたまですね、今のは。はい、で、これで突破していきましょう。闇ドロップが5個か。まあ次盤面整理しましょう。4階層ですね。だったらアテン来てほしいかな。ナイス。で、ペルセポネが来た場合、ここでダメージ吸収してくるので、ネレ使ってあげてください。で、アテンの場合は、ネレを使った際に、盤面に闇ドロップが16個以上ですね、できるように盤面調節をしましょう。まあ、どういう感じか、一旦カットするんで、こんな感じにしてください。カット。で、あとは、列組んであげて、無効管も組んであげましょう。パズルむずいんで、頑張ってください。列無効管組んであげて、言ってても指長いね。はい、こんな感じで組んであげると。で、これで7コンボ組んであげます。すると、ヒエの火力がマジでぶっ壊れるんで、ヒエの11億の火力で貫通からの遊戯の追い打ちで倒していきます。これで OK ですね。少しグダッチはって申し訳ないですが、こんな感じで突破してもらえれば OK です。で、来ました来ました来ました。皆さん、今日一番の見どころを見てください。はい、これで式装備を打つと、なんと200倍エンハンス。は、強すぎぶっ壊れ、チート最強ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。で、これつまり実質200倍エンハンス、まあ100分の1が2倍になるわけですからね。まあそう、でも本当にね、あのここ100分の1になると何もできないんで、まあ本当にこの装備がまあ非常に優秀って感じになってます。ただ実際なんかこれ100分の1じゃないかもしれない、ごめんなさい、ちょっと分かんないですけど、ワンチャン100分の1じゃない気もしますが、まあ一応ね100分の1ってことにしておきましょう。はい。で、5ターンの間猛毒ドロップが落ちやすくなるんですが、まあこれに関しては別に何の問題もないので、あ、そうなんだって感じで OK ですね。はい、なので、ここは普通に突破していきましょう。はい。これで OK ですね。まあ、今の時とか闇ドロップ残せるなら残していった方がいいですね、できれば。あの、こんな感じで盤面どうしても荒れちゃうんで、荒れた後に使いづらいじゃないですか。だからできれば残してた方がいいかな。はい、7階層。まだ7階層なんですね。結構長いな。で、ここまあ、せっかくなんでブラックマジック使ってあげて、これで倒していきましょう。あ、便利ですね。
はい、こいつそんな硬くなかった気がするんで普通に倒していきましょう。オッケー、こんな感じかな。はい、これで火力出して突破していきます。まあ冷えのねブラックジャック装備がありますから、言っても新ダンジョン言うてもね倒せると思います。はい、てか猛毒ドロップうざいですねこれちょっと。まあ毒目覚め対策ここのために欲しいかな、普通のパーティーの場合は。遊戯パーティーの場合対策できてるけどね。はい、でまあここは普通に耐久しましょうか。何言ってるか分かんないですけど普通に耐久していきます。はい、じゃあ突破していきましょう。闇の列組んであげて突破していきます。指減らされてますけど、指減らされたところでそこまでこのパーティーパズルむずくないんで突破していきます。 OK、 こんな感じですね。これで突破していきます。はい、うん、いい闇目覚めですねこれは。完璧な方、めっちゃ降ってくるのに巻き込まれて消えないタイプの目覚め、最高。はい、でまあダブル攻撃来てますけど、ダブル先生来てますけど、まあ耐久はもちろんできます。はい、突破していきましょう。なんか今日なすげえ、あのさ、俺さマジでパズドラがさ楽しい日ってあんまりなくて、そうなんかね、いつも同じことばっかりやってんなとか思ってたんだけど、今日すげえ楽しいんだけど、パズドラ楽しい日に限ってマジで今日俺の、まあ、トークって言ったら生意気だけど、なんだろう、喋りっていうのかな、めちゃめちゃ調子悪いんだよな、めちゃめちゃ噛むんだよね今日。そう、異常なぐらい噛むんだよな。まあ、ああ、出た。このために、この遊戯絶対残しといてください。だから陸装備継承なんですよ。そう。チェーン6振りの遊戯装備継承でギリギリ覚醒無効回復間に合うんで、これで突破してください。万が一これをしなかった場合、なんとこのパーティー耐えれます。本当に、あんま言いたくないんだけど、本当は死にますって言えたら遊戯使ってくださいって言えるんだけど、別にこれ、覚醒無効なくても、回復ドロップ盤面に残しながら余裕で耐久できます。まあ、遊戯どうなってんだって話なんだけど、まあね、一応耐えれるんですよ。ただまあ一応ね、はい、こんな感じで次のターン覚醒無効ないと雲も食らいますし、まあ一応まあこの後ね、10個目が吸収かあるんだけど、まあ一応ね、めんどくさいんで、できれば、まあ、遊戯使ってあげてください。まあ、ちなみにこの後ルーレット食らうんですけど、ルーレットに関しては覚醒無効してでもね、問題なく食らっちゃって本当にうざいんで絶対倒してください。ちなみにね、覚醒無効されてる場合は、クモとルーレット食らうんですけど、まあ、ルーレットのおかげで回復ドロップ生成できて、で、まあ、こいつ大体4万ぐらいかな、毎ターンしてくるんですけど、余裕で耐えれるんで、なんか発狂1回してくるんですけど、発狂も耐えれちゃうんで、基本耐久できます。なんで心配いりません。ただまあ、めんどくさいんでできれば、しっかりと盤面整理してから突破してください。でここね無効感組んで倒していきます。ちょっと一旦今闇ドロップないんで盤面整理していきます。はいはい、しっかりと闇ドロップを読んで突破していきます。はい、毒邪魔なんで消しておいて、まあ無効感でいいですかね。無効感でいいですかねってめちゃめちゃ今頭悪い実況でしたね。無効感以外ありえないですねですね。はい、これで突破していきます。はい、 OK ですね。これで突破していきましょう。無効貫通の火力で突破。続きまして12階層、はい、キラーですね。これマジでごめんなさい、アリスファースカと、ネレユーギ順位入れ替わります。これ理由としてはこいつが、追い打ちで倒せるか倒せないかなんですね。まあ、これも明らかな運営の遊戯歓迎なんだけど、100万追い打ちだと倒せて5万追い打ちとか1追い打ちだと倒せないんですよ。なのでもう遊戯が最強です。はい、これで倒していきましょう。これマジでね、これによって固定5万ダメージのパーティーでも結構厳しくなってる。結構これはね、ひどいかな。まあ、能力覚醒をキラーを振るしかないかもしれないですね。あー、ちょっとパズルミスひどいな、これ。やばい。いやー、ちょっとこれパズルミスが、やばい！頼む！倒せ！ちょっとやばい！マジミスった。な、倒せるんかい！倒せるんかい！ナイス！ 14 回、そう！まさかの倒せるパターン。はい、これで突破していって、次、あ、リダチェンですね。で、まあ、リダチェン入っちゃったんだけど、まあ別に光闇4消しなんで、そこまでの問題ではないって言いたいけど、結構問題やな。火力下がるな。まあこれ普通に列組んで倒すしかないんで、列組んでいきましょう。倒せなかったらドンマイって感じでいきます。はい。指短くね。いや、ちょっとこれさ、ごめん、ぶー悪いけどさ、勇気打つわ。悪い。これ勇気だわ。ああ、間違いない。勇気打ちます。いや、これね、もったいやな。どっちも使ってもでもちょっと、正直、打たないときついわ。これで倒していきます。いきましょう。レッツプラス無効感で。これで倒せんかったドンマイで。いきます。こいつの耐久力かわからんからね。全力コンボしかないんだよな。いや、パズルミスったわ。アホだわ、普通に。ナイス、落ちコン。いや、これで倒せんかったらごめん、無理。ナイス、オッケー、突破していく。多分これね、この判断間違ってないと思う。さすがに99盾はきつい。うん、パズドラバトルじゃねえからな。アンドロメダ使えねえからな。
まあ、パズドラバトル分かんない人に伝わんないんですけど、パズドラバトルはリーダースキルで防御力 50% 減らせるんで、99盾とか100盾も抜けるんですけど、残念ながらね、このパーティーだとね、ちょっと厳しいんでね。はい。で、ここはまあ普通に7コンボプラス O1 で倒していきます。はい。今、吸収無効2枚使ったのがめちゃめちゃ痛いけど、まあなんとかしていきましょう。あと指でさっきからすげえ短いんだけど、これ何が起きてる今、俺の指に。俺の指に何が起きてるんだ ?16 階層。こいつめんどかった気がするんだけど。あぶねえ、あー怖え !7 秒なってんじゃん。なんで指で何で入ってんの ?0.5 倍。はやば。え、やばいじゃん、普通に。結構減ってんじゃん。でも指現象ないからさ、根性、根性、根性。パズルでご了承さ。これ一部ルーレットよね。じゃあ、冷え打ってのもいいけど、全然。せやな。でもまあ多分列、場面で組めるし。ちょ、一回カット。よし、めちゃめちゃズルしたけど、じゃあこれで突破していきましょう。で、このルーレットが光になったタイミングでいきますね。はい、じゃあ突破していきます。で、まあ、盤面をずっと組み続ければ、超ダイヤミになるはずなんで、オッケー、これで突破していきましょう。まあ、一部ルーレットなんで、7秒間ってことを考えると、光から始めれば7秒後超ダイヤミになってますね。なんでこんな感じで突破していきます。まあ、ここ属性吸収無効1個欲しいかな。よく見たら光吸収ありましたね。俺木しか見えてなかったけど、光吸収あるんで、当たり前ですね。それは倒せないですね。アホでもわかるな、これ。ちょっと僕アホ以下ですね、完全に。すいません。光消さずに突破していきましょう。まあ、これで光消えちゃうとなんか本当に発狂きそうな雰囲気なんで、光ちゃんとガチで消して、多分これで倒せると思います。はい。闇の列で突破していきましょう。オッケー、続きまして、17階層。聞いていただけますか?はい。てめえ、ルーレットしてくんじゃねえぞ。してくんじゃねえぞ。マジで。やめた。あー、してくる。ちゃんとしてくる。当たり前ですね。はい。まあ、敵も俺のこと倒しに来てますから、ちゃんと冷えて答えましょう。じゃあ、ここ、無効感組んでいきましょう。絶対にルーレットだけ被らないようにしていきます。マジで。いや、これでいいんよ。正直。正直、これでいいんよ。別に。火力はね、足りる。遊戯がいるから。オッケー、これで倒していきましょう。ちゃんとね、もう無効化を組むことが大事。そう、じゃあ返そう。あ、やっぱそうなんだ。マクツのどっちかなんだね、これ。マクツで出てくる2人だもんね。75盾と。はい。私の位置は揺るぎません。ありがとうございます。10万固定ですね。あざす。じゃあここはもうしっかりと変換ゴリゴリ打っていきたいんで、個人的に打ちたいのは、まあ、遊戯なんだけど、遊戯打ちましょうか。はい。あー、でもちょっと待って、次覚醒無効来る可能性あったやん。あー、ちょっとアホかもしれん。いや、まあまあ、まあでも言って、さっきノアドラは来なかったし、うんうんうん。まあなんかラードラとかオドドラとかすげえ来そうだけど、まあ多分大丈夫か。とりあえず一旦倒していくわ。まあ来た時考えようぜ、一回、それは。で、火力は絶対押し切れると思う、さすがに。言っても冷えだから、ナイス。いやー、19階層。さあ、誰?はじめまして、こんにちは、柴田さん。え、柴田ってさ、お前どんな感じなんの?無効化してくる?無効化してくるか。で?75盾。あ、やっぱ火力バカ?オーマイゴッド、火力バカじゃん。やばお前すげえ好き。え、待って、柴田めっちゃ好きじゃん。え?なんか、闘技場3のヘパドラもさ、根性だけじゃん。なんか、柴田になっても結局根性と無効化と、あれしかないみたいな感じだよね。で、まあ、耐久して、エンハンス貯めました。これ、エンハンありなし、どっちでも抜けるとは思うんですけど、やっぱ確実にワンパンしたかったんで、確実に、ここエンハンス打ってあげて、50倍か減らすのを消します。からの、ブラックマジシャン遊戯ですね。まあ、多分エンハンス貯めなくても絶対倒せますんで、安心してください。そして、まあ、特にネレとかは使う必要ないので、このまま倒していきましょう。無効貫通だけ本当にミスらないようにして突破していこうと思います。行きましょう。左下で本当は組むのがいいんだけど、パズル苦手なんで、左上で組みます。行きます。左下パズルむずいんだよね。OK、こんな感じかな。はい、無効感含む8コンボですね。まあ、多分火力は足れると思います。はい、11コンボ、12コンボ、ナイス !2 万エンハンスも乗ってるんで、まあ、冷え、遊戯は乾燥するでしょう。あ、しなかったわ。でもまあ、十分な火力ですね。はい、ちょっとすいません。助けてください。ありがとうございます。はい、こんな感じですね。あ、でも今のいいな。これから火力見せるときに使おうかな。いいね。お、ラスト来た!やった!っていう感じで今回は、なんだっけ、烈火の化身かな?
遊戯パーティーで攻略でした。いや、マジで新ダンジョンおもろくて、これマジ一生攻略動画撮りたいんだけど、本当に。一生おもろいわ。まあ、ぜひね、参考になった人はいるかな？このパーティー。ちょっと編成高いですけど、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。